斉藤が中田翔選手のそこでハンカチとかをこう取り上げられたりとか、厳密に言うと私の一個上の先輩なんですけど、でこうなったのおかげで、はい、ハンカチ王子が生まれた。あの圧倒した野球に僕は憧れたんですよ。実はかっこいいなっていう、高校野球を支配するようになったら PL が、その時は僕は中1なんですよ。で僕は PL に行きたいと、うん、になったんですけど、で買って帰って変化ありました、学校で。学校ですか。そうですね、結構そういうの興味ありますよね。いや、はい、いやもう、まあ、国分寺校舎があるんですけど、はい、まあ、バスで帰ってもう、学校に着く前からもう食堂にもう 人だかりで、うん、で校舎帰っても、うん、もう何百人と人がいて、うん、いやもうなんかそこでようやくこう優勝したんだって実感が湧いた。帰ったらモテました。そうですね。じゃあ、あの頃って、まあ斉藤君目当てじゃないですか。はい、基本的にはですよ、はい、でも全員が斉藤っていうわけじゃないでしょ、はいはい、何番目でした。自分で言うのもなんですけど、何番目ぐらいでした、ファンレターとか。じゃあ2番目でいいですか。2番目でいいですか。2番目でキャプテン4番でね。一応ハイキャプテンとして、でも実際にやっぱりその学校の子も変わるでしょ。そうですね、変わります ね、はい、だって PL だって選抜、うん、先輩が優勝した時はもうなんかゴソゴソゴソって、彼女いなかった人ゴソゴソってできたからね、うん、やっぱり。やっぱり違うよね。はい、違いと思います、はい、甲子園出てだけでもちょっと違うでしょ。前後って、あ、前後というか上の人は行った、うん、出てないんだ、はい、じゃあ結構久しぶりに出たって感じ。そうですね、はい、何年ぶりかで出たって、はい、あ、10年ぶりだったんだ。でそうやって考えたら結構モテたでしょ、うん、ね、そうですね。あんたやっぱり高校野球ってやっぱちょっと特別ですもんね。はい、特別ですね。で帰ってきて、うん、全国優勝でしょ、うん、でもう練習戦でいいでしょ、うん、何してたんですか。いや、でも大学もほぼ行けるじゃないですか。行けますね。そうですね、まあ、一応勉強は、はい、まあね、はい、行けるようには勉強しとかないといけないけど、ね、はい、羨ましいね。俺らだって引退しても寮だもん。でいつもあの抜けて遊びに行ったりしてるそれも命がけみたいな。よく言うじゃないですか、段ボールがここバテたりとか。ああ、そうですね、それはそうですね。あれも一応学校に届くんですけど、うん、その場でそのもらった時にはあの選手にはあの渡してくれなくて、もう学校で保管してて、で卒業した時にもらう。みんなそうだよね、うん、卒業した時も、まあ、斉藤はすごい買ったっていう、うん、まあそうでしょうねっていうのは、はい、聞きましたね。いや、多分10は、うん、段ボール10は足らないぐらい。あ、まあ、そりゃそうだよね。その中に電話番号を変えて送ってきたやつ何いるかっていうね。じゃあそっから、あ、もうでも大学なんかはもうそのままでしょ。そうですね、大体ほとんどの人が、はいはい、まあ基本的にね、斉藤君がプロ行くのか、うん、大学行くのかっていう、はい、あの時実際裏話みたいなないですか。あ、あ、プロに行くか大学行くか、本人はどう、本当はどう思ってたみたいな。斉藤自身はあの元々やっぱり大学で野球をやってっていう思いが結構周りにも行ってたんですよ。っていうのも、まあ今思い返すと、やっぱりそう、大学でできる、まあ、勉強もそうですし、うん、社会勉強的なところとか、はいはい、あの、まあ、人間関係とか、うん、まあ、そういう部分も含めてなんか多分考えてたみたいなお話はしてましたけど。なるほどね。荒、うん、木さんも嫌だったらしいんだよね。あ、もう、ね、行くの嫌で逃げ回ってたっていうんですよ、うん、で最後捕まってもうしょうがねえみたいな感じで行ったらしいですよね。そうなんですね。やっぱ頭いい人ってやっぱ考えることがちょっと違う。で、まあ、清宮はもうプロ一本だったんですよ ね、はい、まあ、ね、あれだけうちはまあそうなるんでしょうけど、うん、やっぱり大学行ってよかったですか。早稲田大学でやりたいからみんな掃除するわけでしょ。そうですね、どちらかというと、はい、そうです、そうです、そうですよね、はい、中学校の時早慶戦を神宮で見て、そこからなんですよ。で、もともと東海大菅生中学校なんですよ。裏切り者じゃないですか。2006年、ハンカチブーム、それこそ一大ブームになったじゃないですか、うん、
どのあたりからでしょうか、自分たち注目されるなと感じられる。はい、それは明らかに2回戦で大阪桐蔭と戦ったんですね、はいはい、でその時に、2年生に、中田翔君がいらっしゃって、ね、はい、でまあ、そこで斎藤が中田翔選手を3三振に、はいはい、そこで勝利した時にからその、まあ、ハンカチとかもこう取り上げられたりとか、なるほど、まあまあ、すごいテレビで見るような仲があって、おーみたいな形で、すごい勝ったですもんね、うん、実際、はい、そうですね、でその俺ら注目されてるっていう方が強かったのか、おー斎藤ちょっと調子こいでんなみたいなそっちっす、それはなかったですか。いや、ありました、ありました、ありました、こいつちょっと調子こいでんなみたいな本出さないですけど、うん、まあ取り上げられすぎだろうと思いましたね。ああ、はい、なるほどね。今でも斎藤選手とは会われてますか。あ、そうですね、はい、同期でも年に1回は必ず同窓会しますし。なるほど、はい、まあでも強かった時はもね、大学でも。そうです ね、はい、確かに、うん、俺が超気に入らんの、綾瀬はるかとちょっと出てるのがちょっと気に入らんすけどね。いやー、うらやましい限りやね。いや、ほんとうらやましい。あれでもほんまにハンカチなの。あれハンカチなんですよ。ハンカ、なんて言うんでしょうね、こうビジネス用のなんかハンカチじゃなくて、ちょっとけばった、はい、青いハンカチで。あ、はい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 、タオルっぽいハンカチ、ぽいハンカチですね、タオル、うん、僕らの時はね、ガサッとタオル入れてたからね、うん、あれはもう個人でそれぞれ買ってっていうのも、なんでしょう、こうアンダーシャツが白なんですよ、はいはいはい、まあ、ちょっとこれ結構言い訳なんですけど、うん、僕もこれを汗で拭えばいいんですけど、汚れるんで後でごしらなきゃ、ごしらない、掃除しないといけない、なるほどなるほど、はい、もうあってでこうなったっていう、なるほど、僕の、うん、あ、それ分かる。俺プリンスホテルが白のアンダーシャツだったから、そうね、汚れるよね。汚れますね。汚れる。それ結構汚れるとなんかちょっとね、うん、なんかちょっと汚い感じしますもんね。うん、ちょっと気持ち悪い。練習し、しかも早稲田ですからね。一番初めに伝えたいことってありますか。ハンカチですか。厳密に言うと私の一個上の先輩なんですけど、その先輩がすごくやっぱ綺麗好きで、うん、で、まあ、いろんないいもの持ってて、うん、でプレーも結構スマートで、かっこいいなっていう選手がみんなが憧れるような、はい、憧れ、はい、いて、まあ、それで結構真似してっていう感じですね。で、ちなみにその憧れてる先輩の名前出しましょうよ。なんていう人ですか。あ、これ先輩の名前ですか。新迫さんっていう珍しい、で大学行って、はい、早稲田行って、はい、でその後は、その後 は、もう野球 は、あ、はい、なるほど、やめているんですけども、はい、じゃあ新迫さんのおかげで、はい、ハンカチ王子が生まれたということですね。そうですね、厳密に言うとね、はい、厳密に言うとそうだと思います。そうですよね、はい、もうちょっと世に、ね、出てもいいかなと。PL と早稲田の棋風の違いみたいなこといかがですか。矢尾さんからご覧になって早稲田って、いや、 やっぱかっこいいですよね。実際に、僕は小学校の時から甲子園にはよく見に行ってたんですよ。家近いというかよく行ってたんで、はい、で、まあ、それこそ荒木さんが5期連続出られて、いつ優勝するんだ、いつ優勝するんだって、最初が準優勝だったんで、はい、すんだって見てたら池田高校に粉砕されてですね、で、圧倒した野球に僕は憧れたんですよ、実は、はい、それまでやっぱ早稲田のユニフォームってやっぱちょっと違うんですよね、かっこいいなっていう。でそれをこう力でねじ伏せた山彦打線、うん、で池田が高校野球を支配するようになったら PL が、その時は僕は中1なんですよ、はい、で PL が池田高校を破って、で僕は PL に行きたいという、うん、になったんですけど、やっぱり高校野球で、まあ、僕が言うのもあれですけど、やっぱりかっこいいユニフォームって PL とやっぱ早稲田やと思うんですよ。で慶応も学校的にはいいんですけど、ユニフォームってなるとやっぱ早稲田の方がかっこよく見えますよね。なんかスマートっぽく見えるじゃないですか、ね、ありがとうございます。慶応の方がスマートなんでしょうけど、でユニフォームはなんかすごいすっきりというか、まあ白白だし、まあアイボリーですけど、やっぱユニフォームはすごいかっこいいなっていうのはね。ユニフォームの方もなんかやっぱユニフォームって着方もなんで、僕らの時メッシュなかったんですよ。
あもう周りメッシュだったのに、うん、ピンエロはメッシュじゃなかったんですよ。あ誰の代からか分かんないですけどメッシュになったんですけど、うん、それまではメッシュじゃなくてこれが強い秘訣だって勝手に思ってましたけど、おそらくですよ早稲田ってこう先があるじゃないですか、うん、大学まで、はい、はい、早実に入ってで頭いいだけじゃなくて甲子園も目指せる頭のいい学校でしょ。で甲子園も目指せます後の、まあ、よっぽど勉強をサボらなければ早稲田に行けて基本的には野球部も入れて、で僕らは野球でなんとかせな先ないぞみたいな、だから余計ねこう早稲田ってかっこいいなと思いますよね。そこはもう全然違うと思うんですよ。それこそなんか不足が結構厳しかったんですけど、はい、私の時どんなのがあったんですか、例えば、はい、しょうもない必ず僕らは本当にあのなんていうんですかね、世の中の出来事が分かんないんですよ。僕ら世間って言ってたんですよ。世間世間の出来事が分からない。